ロラジ、いや、いつまでやで、今日何でしたっけ全然わかってないな今日あの、わらび市の試合大会ということで、はい、まあ、監督がね、来てなかったんで、まあ、わかってないのも当然なんですが、はい、わらび市の、春ですか、春です、春の大会のバーサスアタック戦というところで、試合が行われましたので、ちょっとそのご報告を。わらび帰ってきましたね。県大会リベンジするために、うん、この大会でまず勝つの絶対条件、はい、で、この大会で勝てばなんだっけ、埼玉県の南部大会、南部大会、ここで勝てばまた県大会に、うん、だから絶対に負けられない大会がここにある。すいませんで、はい、見てください、スマブラチャイナイト。わらび市野球連盟会長気配2回戦スマッシュブラザーズ対アタックの試合始まりました。メンバーね、まあ、ちょっと状況によってどんどん変更はいってますが、いつも出てないメンバーここでしっかりと、まあ、実力を発揮してもらって、まずは楽しんで、で、その次に、まあ、絶対勝つというところで集中してやってみましょう。よし、先行はスマッシュブラザーズ、相手の先発ピッチャーは右のオーバーハンド1番大糸選手、打ちました。この打球いきなりレフト前に運びます。ここで相手チームがタイムを取りピッチャーを変えてきます。実はこのピッチャー2年前にスマブラを完璧に抑えたピッチャーです。2番金谷の場面でいきなり仕掛けます。1塁ランナーの大内が盗塁、これは成功。そして金谷が放ったこの打球、サードの正面の打球ですが2塁ランナーの大内が突っ込んでしまいました。これは走塁ミスになり大内がアウト。しかし1塁ランナーの金谷が見せます。キャッチャーがピッチャーに返球するとき隙に生じて行う盗塁、リレードシール成功。そしてこの試合3番に起用された斉藤のこの当たり、これがレフト前ヒットとなり二塁ランナーの金谷が一気にホームに突入。このヒットがタイムリーヒットとなりスマブラ1点を先制します。そしてバッターランナーの斉藤は一気に二塁に進塁しました。そしてバッターは4番優吾、この痛烈な打球、これをショートが捕球するも快速飛ばして一塁はセーフ。斉藤もこの間に三塁へ進塁しました。すぐさま一塁ランナーの優吾が足の速さを生かして二塁に盗塁、これも成功します。この場面で打率3割4分2厘の首位打者後期に回ります。そしてこの放った打球がライト前ヒットとなり三塁ランナー斉藤、そして二塁ランナーの優吾がホームに生還します。後期のタイムリーでスマブラ3点目。6番ゆうちゃんの場面で後期が盗塁を試みるもこれは矢のような送球、ナイスボールでした。ツーアウトランナーなしとなりバッターはゆうちゃん、ここは空振り三振。そして守りますスマッシュブラザーズの先発ピッチャーしげちゃん、実はスマブラ入団後初先発です。キャッチャーは大勢。そして相手先頭バッターが放ったこの打球、
この打球をレフト忍者が前に行くも若干躊躇してしまい、レフト前に落ちてしまいました。続く2番バッターがセーフティーバントを試みるも、バントした打球が打者に当たり、これはアウト。ワンアウトランナー1塁で3番バッターが放ったこの打球、セカンド優雅捕球し金谷へ、金谷が二塁に送るも一塁はアウトにならず、その後一塁ランナーが二塁に盗塁し、迎えるは4番バッター、この打球が左中間を破り長打コース、ツーベースヒットで1点を返されてしまいました。ツーアウトランナー二塁のピンチが続き、5番バッターが放ったこの打球をサードのゆうちゃんがボールを弾いてしまいました。ここで相手チームが仕掛けてきます。一塁ランナーが二塁に盗塁、キャッチャー体勢が二塁に投げるも、ユーゴが後ろに反らしてしまいました。守備のミスでさらに1点返されます。ピンチが続くも、ここはしげちゃんが三振で切り抜けました。2回の表スマブラの攻撃は7番体勢から、ここはフォアボールを選んで先頭バッターが出塁します。続くバッターは忍者、ここはボールが体に当たりデッドボールでチャンスを広げます。ノーアウト1、2塁の場面でバッターはしげちゃん、ここはピッチャーゴロとなりピッチャーが3塁に送ってアウト。そしてバッターは先頭の一番大内に回るも、ここもピッチャーゴロ、ピッチャーが3塁に送ってここもアウトになってしまいます。ツーアウトランナー1、2塁となりバッターは2番の金谷、ノースリーから積極的にバットを振るも、ここはセンターフライに倒れます。チャンスを作るも得点ならず。そしてしげちゃんの2イニングス目、先頭バッターが放ったこの打球がレフト前ヒットとなり、先頭バッターの出塁を許します。しかし次のバッターをサードゴロに抑えて、ここは一塁アウト。その後二塁ランナーに盗塁を許してワンアウトランナー三塁の場面、ここは高めのボールを振らしてショートフライに抑えツーアウト。ピンチは続き、ここで先ほどレフト前ヒットを打たれた相手の1番バッターに回るも、ここはボールを打たして打球はライトへ、これをライトの斉藤が抑えてスリーアウト。走者を背負うもゼロで切り抜けました。その後スマブラは無得点に終わり、3回裏のアタックの攻撃から試合は始まります。しげちゃん3回のマウンド、先頭バッターをサードゴロに抑えたかと思いきや、サードのゆうちゃんが弾いてしまい、さらに送球ミスも続いてしまいました。これを見たバッターランナーは一気に二塁に狙います。そして二塁に到達し、ノーアウトランナー二塁のピンチ、ここでスマブラベンチが動き、サードを守備元に変えました。この時しげちゃんがゆうちゃんの元へ行き、大丈夫だからねとゆうちゃんを励ましていました。そしてノーアウトランナー二塁、ここでバッターが放った打球がライト前に落ちてしまいました。さらにピンチは広がり、ノーアウト二三塁、このピンチを抑えることができるのか。打球はセンター前へ、この打球で三塁ランナー、そして二塁ランナーがホームインをし、スマブラ逆転を許してしまいました。ノーアウトランナー一塁、打球は変わったばかりの守備元のもとへ、ここは一塁に送ってアウト。この間一塁ランナーは二塁に進塁しました。そしてこのバッターが放った打球をキャッチャーの体勢がよく取りました。ツーアウトランナー二塁となり、バッターが放った打球がまた守備元のもとへ、ここは守備元が取って一塁に送ってアウト。スリーアウトチェンジです。4回の表1点を追うスマブラは先頭体制、ここはしっかりファーボールを選んで先頭バッター出塁。そして忍者に代わって代打高政、高政が放った打球がセカンドのエラーを誘い、走者一二塁とチャンス拡大します。さらにスマブラベンチが動きます。代打はキャップ、この場面でバントを成功させチャンスをさらに拡大。この場面でバッターはおいちょ、ここで一本出せるか。おいちょが放った打球はレフト前へ、三塁ランナー対戦、そして二塁ランナーの高政もホームイン。スマブラおいちょのタイムリーで逆転に成功。リプレイで振り返りましょう。外のボール気味のストレートも執念でレフト前に運んでいます。ワンアウトランナー二塁となり、バッターは2番の金谷、金谷が放った打球はセンターへ、これはセンターフライに倒れます。ツーアウトランナー二塁となり、バッターは斉藤、ここは空振り三振に倒れます。4回の裏マウンドに上がるのは先ほどバントを決めたキャップ、この1点差のリード果たして守れるのか。2
迎えた先頭バッターフルカウントとなり、キャップが投じたこのボールが外に外れてフォアボール、先頭バッターの出塁を許します。さらに相手ベンチが仕掛けます。ここは盗塁成功、しかし打者は三振に抑えました。ワンアウト二塁のピンチですが、ここでキャップのギアが上がります。相手の1番バッターを空振り三振、続くバッターも変化球を振らして2者連続三振、キャップしのぎました。時間の関係上、次の5回の攻防が最終回となります。しかし相手投手に打ち取られ、最終回の攻撃はゼロに終わってしまいます。相手ピッチャーさん、本当にいい投手でした。最終回のマウンドもエースキャップが上がります。このまま逃げ切れるか。迎えた先頭バッターをワンボールワンストライクから、ここはボールを出してキャップが置く、このまま一塁に送ってピッチャーゴロでワンアウト。続くバッターにはスリーボールワンストライクとなり、外のボール、これはわずかに外れてフォアボール。ワンアウトランナー一塁になるも、ここは高めのボールを出してキャップが置く、これをセカンドに送り、セカンドの優吾がファーストに送ってダブルプレーに抑えてゲームセット。スマブラ2回戦を突破し、準決勝に駒を進めました。はい、ということで2回戦突破、はい、ありがとうございます。ハラハラした、ちょっと危なかったね。危なかった、でも無事準決勝。いや無事準決勝、良かったです。ありがとうございます。ギリギリの戦いだったんですけど、まあ、サードにね、いつもファースト守ってるシュムモト、うん、もうちょっとサードに入れて、まあ、ちょっと勢いづけようかなと思ってて、そうだね、シュムモトが2本まあ、ボールをさばいてくれたんで、そこから結構ね、はい、勢いに乗ったかなと思うんだけど、今日カメラマンやってて、はいはいはい、シムモトが、はい、なんかね、おかしな格好してんのよ、はい、え、これいつも通りかな。ちょっと待って待っていい、これあれですね、うん、カメライダーです。これ誰のベルトですか、これは。これ1個前のカメライダー、うん、カメライダー01、令和の。はい、ということで、はい、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。グッドポジット、チャンネル登録お願いします。